はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、新パックで再録されたこの最強の DDD 創業王狩り画とかいうぶっ壊れモンスターをですね、活躍させていきたいと今回は思っておりまして、こいつ皆さんご存知ですか？あのね、こいつね、効果頭おかしいんですよ。めっちゃ強いんですよ、これ。レベル 8DD×2 っていう召喚条件かなり難しいので、正規召喚かなり難いんだけども、このカードが、一番目ね、このカードがエクシー召喚に成功したターンに、このカード以外のフェーズのカードの効果発動できないし、無効化されるっていう、なんか意味わからん強い効果書いてあるんですよね。これマジでやばくて、発動する効果じゃないから、そもそも発動無効化とかが効かなくて、召喚したターンになんかその適用される残存効果なので、別にこいつがいなくなっても、その適用されるっていう、出てしまいさせれば、召喚に成功してしまいさせれば、もう最強の制圧効果を、なんだろう、使えるということなんですよね。で、これは自分のターンに出してしまうと、自分のカードの効果も無効化されちゃうので、あんま意味ないんですけども、これ相手ターンに出すと、相手に何にもさせないっていうことができるんですよ。だから今回はこのカードを相手ターンに出して、対話を完全に拒否していくという、まあ、そういうね、あのデッキになっています。で、1ターンに1度このカードの素材を1個取り除いて、フィードのマジックトラップカードを全部破壊するっていうなんか謎のフリーチェーンの効果をこれ売ってますんで、まあ、おまけとしてはあまりにも強い効果と、あとそれからこのカードのエクシーを1つ除いて、自分の墓地の契約書魔法トラップカード1枚対象に取って、そのカードを自分のフェンスにセットするっていう、まあ、一応 DD の効果を持っていますと。で、まあ、1番と2番が基本的にまあ汎用になってますんで、まあ、これはどっから出してもいいんですよ、これぶっちゃけ。で、今回は、まあ、有名なギミックですね、これは、ファントム、ナイスラウンチというこのカードを使って出していきます。これは自分相手のメインフェーズ中に打てる速攻魔法の、ランクアップマジックでございまして、自分フェドロの、エクシスのない闇属性エクシスモンスターを、1個ランクが高いやつに変身させるっていう、まあ、そういう効果になってまして、まあ、これで相手ターンに、素材がないランク7のモンスターをランクアップして狩り床にしていくと、まあ、そういうね、ギミックですね。で、まあ、今回は、まあレイドラプターズのアーサナファルコンを使うので、まあ、レイドラプターズデッキにしておりまして、まあ、ここね、ムーンライトとかにしてもいいですし、ホープとかでもなんか、ランクなら出したりできますんで、まあ、ホープとかでもいいです。で、やっていく動きは、ラスティバルディッシュっていうのが、このぶっ壊れモンスターがいて、まあ、これで、ね、ランクアップマジックを2枚サーチます、実質。ラスティバルディッシュで、サイレントブーツを落として、ファントムナイツラウンチをセットしながら、サイレントブーツでファントムフォースをサーチできるんで、こいつを出して、ランクアップマジックを2枚サーチして、で、素材がないアースナルファルコンを、まあ、ファントムフォースで用意して、で、相手の、ターンにファントムナイツラウンチを打って、アーサナファルコンを、変身させて狩り床にしてドヤ顔するっていう、まあそういうギミックですね。まあ回し方はね、レイドラプターズの回し方になってくるんで、基本的には。まあ見ていただければわかるんですけれども、まあ基本的には3枚のモンスターを盤面に並べる必要があります。まあレベル4じゃなくても最初はいいだけど、例えばまあ、バニシング、ミミクリー、シェードボリガンダイとか、まあ、カーテンライザー、ストランクルレイニアス、なんかペイングレイニアスみたいなのか、まあ、組み合わせはいくつかあるんだけれども、まあ、モンスターを3体並べて、ワイズストリックスの効果を使った後にフォースストリックスのが出るっていう、まあ、こういうね、動きができるようにしていただければ大丈夫なので、まあ、それの動きができた時にやべえことが起きるっていうことは動画見ていただければわかるんで、まあ、ちょっと見ていただければなというふうに思っております。はい、早速ね、このカリウガっていうモンスターの劇的にやべえ効果を使っていきましょう。今回はもう完全にクソゲーとなってまして、まあ、友達がいなくなること必死です。デュエル3倍。あー、なんかいけそうな、なんだかいけそうな気がする、あると思います。レイドラプターズトリビュートレイニアスを召喚、そして、ペインレイニアスのを特殊召喚。ペインレイニアスはトリビュートレイニアスの攻守どっちかの、ダメージを受けて、低い方のダメージを受けて特殊召喚できるぜ。法要、あ、そこで使ってくれんの、マジ。いや、下級モンスターに使ってくれるのありがてえ、マジで。いや、これそれ別にどんとでもなるわ、これに関しては。いや、じゃあマジで皆さん、よかったですね、ワイズストリックスに当ててください。無限法要は無限法要はワイズストリックスか、まあ、フォースストリックス微妙だけど、ワイズストリックスで当てるといいですよ。無限法要は。か、もしくは、ラスティバルディシュまで取っとくか。どっちか。だと思うわ。で、まあ、とりあえずヒールイーグルを、手札に加えまして、これなんか無限法要もなんか意味わからんタイミングで打ってくれたんで、これ多分なんとかなりますね。
増地もないですし、うららもなさそうなので、まあ、無限法要は当てどころを間違えるとこういうことになるっていうことを、まあ、皆さんにもね、お伝えしていきたい。で、ヒールイーグルと、なんだっけ、こいつでリンク召喚して、ワイズストレックスを特殊召喚していく。で、ワイズストレックスは特殊が成功すると、敵から闇属性の、レベル4超重属を出してこれるという、史上最強効果があるので、まあ、ゼピロスを特殊召喚していく。で、2体のモンスターでフォースストレックスを出していく。はい。で、ですね、まあ、フォースの効果を使うと、ワイズストレックスの効果起動できるんで、まあ、とりあえずこれでフォースストレックスの効果発動。フォースストレックスの効果で、ゼピロスを墓地に送りながら、まあ、ここはストロングレインやすい、あ、ありました。レーダーズウィングでいいですね。で、ワイズストレックスの効果発動。で、ランクアップマジック、ソウルシープフォースをセット。OK! そして、ラスティバルデッシュを特殊召喚。はい。あれ、これ、待って。あれ、これ1体足んなくね。あ、でも大丈夫か、スワローズネストあるわ。さっきのストラングレインに当たったな。まあいいや、でこれで、サイバードラゴンインフィニティを特殊召喚していく。これさっきのストラングレインレイダーズウィングは後でいいのこれ。サイバードラゴンインフィニティ、はい、ちょっと若干手がミスったら強引にちょっと修正していきたいと思います。ですね、ラスティバルデッシュの効果発動。ラスティバルデッシュの効果によってデッキから、サイレントブーツを墓地に送って、ファントムマジックトラップカード1枚セットできる。これによってランクアップマジック、ファントムナイツラウンチをセットさせてもらうぜ。そして、墓地に存在する精鋭のゼプレスの効果を発動。レーダープラスネストを、手札に回収し、そしてこのカード自身を特殊召喚していく。そして、ちょっとミスりましたので、スワローズネストの前にちょっととりあえずサイレントブーツだけ除外して、で、ファントムマジックトラップカードを持ってくることができる。ランクアップマジック。ファントムフォースを手札に加えさせてもらうぜ。そして、スワローズネストを発動。スワローズネストのここによって、ゼピロスを変身。これちょっと、ミスったんですが、完全にミスりました。強引に、ルートを修正していこうと思います。ですね、これストラングルレイニアスを、持ってきて出したかったんですが、完全にミスりまして、さっきゼピロスを持ってきてしまったと後悔しています。で、ストラングルレイニアスの効果発動。ストラングルレイニアスは自身の墓地のモンスターを特殊召喚できるので、これでトリビュートレイニアスを特殊召喚していく。 OK。 そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ。これ見ないね。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイ。ネットワークを構築。エクシーズ召喚。レイドラプタース。メイクの猛禽がどうのこうの。スノキかぎ爪がどうのこうの。エクシーズ召喚。レイドラプタース。フォースストリックス。そしてフォースストリックスの効果を発動。このカードのオーバーレイユニットも一つ使い、デッキより、闇属性超重毒モンスター1体を手札に加えることができる。これによって、ここはシンギングですね。これね。はい。でもう一回レベル4を2体並べればいいんで。シンギングレイニアスを取るのを加えて、そして、シンギングレイニアスの効果と、エクシスモンスターが存在する場合、自身を特殊召喚できる。そして、レイダーズウィングの効果と、レイダーズウィングの効果によって、エクシスタイを一つ届いて、このカードを、特殊召喚できる。はい。そして、2体のモンスターでオーバーレイ、エクシス召喚。漆黒の闇より、愚鈍なる力に抗う反撃の牙、今、壊れせよ、ラクヨン。ダークリミリオンエクシーストラゴン。かっけ、かっこよ、最強か。そして、ランクアップマジック、ファントムフォースを発動。ファントムフォースの効果により、墓地の闇属性モンスター3枚をゲームから除外し、ゲームから除外したことにより、ランクをアップさせることができる。現れろ、ラックアップエクシーストレンジレイドラプターズアースナルファルコン。そして、アースナルファルコンの、これいいえ、お前ラッツバラシうるせえな。アースナルファルコンの効果発動。アースナルファルコンの効果により、レイドラプターズフォースストリクスを墓地に送り、デッキからレイドラプターズネクロバルチャーを特殊召喚。そしてネクロバルチャーの効果発動。ネクロバルチャーは自身をリリースすることにより、まあ、自身の組んだレイドラプターズをリリースすることにより、自分の墓地のランクアップマジックを回収できる。そしてカードを1枚セット。これで、まあ、ターンを終了しておくぜ。さあお前のターンだ。さて、対話を表示していきましょう。圧倒的対話系モンスター爆弾させますよ。さあ、なんか動け。アラメシャの木いいだろう。手でかあった。ランクアップマジック。ファントムライスランチを発動。アースタイファイコンのランクを一つアップさせる。二つの太陽が昇るとき、新たな世界の知恵が開かれる。エクシエンス召喚。現れいでよ。ランク8。DDD。創業を、カリウガ。カリウガがエクシス召喚に成功したターン、フィールドで発動する効果は全て無効化される。
バリ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 つえーつえーつえー、あ、ファントムフォース発動してくの忘れたな。これちょっとチェーンしてファントムフォース発動した方がいいんですけど、あの、カリウガの効果で無効になっちゃうんで、一応、チェーンするの忘れましたが、まあいいでしょう。ターンしろ、いいでしょう。危ねえ。まあ、プレミアしたけど、全然大丈夫。あの、カリウガさんはこうなるんで。はい。カリウガさんは、出てくるともう、相手の発動する効果も自分の発動する効果も全部無効になるんで、発動する意味がないというね、話になりますので。なんか、初めて決まったから調子乗ってちょっとファントムフォースを発動するの忘れてしまいましたが、ファントムフォースを発動し、まあ、これ本当はね、あの相手らに出るんですよ、これ。ペインレイニアスをゲームから除外して、で、ダークリベリオンをランクアップ、エクシーズチェンジ、現れよ、ランク5、ダークレクイエム、エクシーズドラゴン。はい、かっこいい。はい、モンスター効果無効。モンスター効果無効1回、何でも無効1回。まあ、殴れば勝ちでしょうかね、これね。はい。これがまあ現代遊戯王のパワーということで。やっぱこのモンスター、このモンスターあかんねえ。でもね、カリウガとかいうモンスターね、やっぱね、まあですよね。やっぱね、このモンスターあかんわ。この存在してはいけない。いけるのか。オロマやるからいけるか。オロからマイス発動。で、ここでアラメシアの儀を持ってくるあの最強モンスターが送られると思ってんだろ。ちげんで、そのカード入ってね。ミミクリレーニアさんポーション来るぜ。これ絶対月光使った方が多分早いな。多分ね、これこの展開してるので月光、ムーンライトですね。ムーンライトは2枚コンボでいけるんで、まあ、2枚のカードを使って揃えた方が多分早いと思います。あの、レイトラプターズをわざわざ使う必要はありません。まあ、僕はレイトラプターズが好きなので使ってるだけであって、これ絶対3枚コンボ必要なので、レイトラプターズだと。だから多分ね、ムーンライトを使った方がいいと思う。何っけ、カレードチックとタイガーね。で、ヒールイーグル持ってきて、まあ、一応相手妨害なそうなんでいけそうですね。で、レイトラプターズヒールイーグルを特殊召喚。はい。またですね、まあ、お分かりいただけてないようであればゲームが終了するっていうことをお伝えしておきますわ。さあ、2体のモンスターでリンク召喚。現れよ。レイトラプターズワイゼストリックス効果発動。デッキからレベル4、超持続、闇属性モンスター一体を特殊召喚できる。これは1回、レイダーズウィングを特殊召喚していく。そして2体のモンスターでオーバーレイエクシーズ召喚。現れよ、レイドラプターズフォースストリックスランク4。レイドラプターズフォースストリックス。黒崎さんのさ、ランク4っていう言い方めちゃくちゃかっこいいんですよ。マジでちょっと見たことない方はぜひ見ていただきたい。めちゃくちゃかっこいいから、本当に死ぬほどかっこいい。あのね、アークファイブのキャラクターね、まあ、いろいろかっこいいキャラクターいるんだけども、黒崎駿っていうキャラクターはね、世界一かっこいいから、マジでこれ伝われ。で、闇属性モンスターみたいな魂を墓地の国現れよ、ファントムナイツラスティーバラディッシュ。これあのユートからパクってきました。で、ランクアップマジック、ソウルシェイプフォースを発動。ソウルシェイプフォースの効果によりレイドラプターズフォースストリックスを特殊召喚。そしてサイバーダー、これ決まるな、これ決まるぞ、これ決まりそうです。これインフィニティだったらもうあと2秒でも効かないぞ、これ。来た来た来た。で、ファントムナイツ、ラスティーバルデッシュの効果を発動。ラスティーバルデッシュの効果により、サイレントブーツを墓地の国、ファントムマジックトラップカード1枚セットできる。これによって、ランクアップマジック、ファントムナイツラウンチをセット。セット。そして、サイレントブーツの効果発動。ファントムフォースあるので、これファントムクローセットでいいですね、これ。これ上振れましたね、これかなり。このモンスター効果も一度無効にできる最強の盤面と言っていい。そうだね、ファントムフォースあるから、オッケー、これだいぶ強いぞ。これ何妨害だ、なんか死ぬほど妨害してんだこれ。1、2、3、4、なんかまあパッと見5妨害があるんだけど、まあ、あの全て1枚カリウガっていうモンスター出して、まあ、黙らせるから別に関係ないんだけどね。何妨害あったとかあんま関係ないんだけど、これでレベル4のモンスターを特殊召喚していく。まあ、カリウガさんがね一番強いんでね、最強なんだよ本当に。で、2体のモンスターでオーバーレイエクシーズ召喚、レイドラトーズフォースストリックスの効果を前に、効果で、フォースストリックスの効果で、これで、ストラングル、違う、不審ギグレニアスか。特殊召喚できるか、不審ギグレニアスを手札に書いて、で、墓地に存在するレイダーズウィングの効果発動。レイダーズウィングの効果により、レイダーターズフォースストリックスの素材を1個取るとき、自信を特殊召喚。はい。なんか好き勝手のマスターしてくるのありがてえな、これ。で、不審ギグレニアスを特殊召喚。
ちょ、ラータマとかだけ本当にやめてほしい。マジで。これ、怖いな。なんか全然サレンダー、こんだけ分回ると結構サレンダーされるんですよ。結構、なんか確率で。なんか全然サレンダーされるのめっちゃ怖いな。で、ファントムフォースを発動。ランクキャップマジック、ファントムフォースの効果により、自分の持ちの闇属性モンスターを2位の枚数除外し、除外した数だけランクアップさせる。フォースストリックス一体でオーバーレントが再構築。ランクアップエクシーズチェンジ現れよレイドラプターズアースタルファルコン。そして、これ、いえ。で、アースタルファルコンの効果発動。アースタルファルコンの効果により、オーバーレイユニットを一つ使い、デッキからレイドラプターズモンスター一体を手札、特殊召喚できる。これによって、レイドラプターズ、ネクロバルチャーを特殊召喚。そして、ネクロバルチャーの効果を発動。ネクロバルチャーの効果により、自身をリリースし、墓地に備えするランクアップマジックを回収することができる。これによってランクアップマジックファントムフォースを回収。つえーバリつえー、マジで。で、相手のターンでレクイエムも出せるし、まあ、最悪はアーサーファルコンとかなんか回収されたとしても、言うて妨害めっちゃ残りますからね、このデッキ。はい。あまりに強いと言っていきましょう。さあ、残念ながら君は何をすることができない。さあ、メインフェーズに入るんだな。さあ、ゲームエンドだぜ。なーにーなにーなにチップチップデスピアか。ちょいいよ。ちょっとアーセファルコンは上。うわあ俺のポットもライスが打ち腐った。え、チープ剣の効果、いやもうこれ使うべきだろ。いや、どうせ殴られて負けるんだから、これどうせ殴られて負けるんだから、これインフィニティ使うべきでしょ、これ。え、チェーンの効果無効にしていかないとやばいことが起きる。デストイカードを持ってこれる。これあれか、デスピアデッキかな。ってことはあれか、手数は割と多そうな気がするが、もうセットカード全腐れしてんな。楽園開幕、なるほど。闇の誘惑、なるほど。やばい、ちょっと待って、伏せカード全部腐ってあれあれ、伏せカード全腐れしてんのマジ、あれあれあれ待って、属性が弱いわこいつら。弱点属性弱いわこいつら。ちょ、なんでこいつら全部闇属性なの。クソゲーじゃんこれ、ふざけんなよ。いや、超融合1枚で俺の妨害全部腐らせるの強すぎないか。おい、ちょっと待ってくれ、俺のライフは4000しかないんだ。ソロシェイフォート使ったから、うわっいやおかしいですって。おかしくないですか。え、これ許されていいの、こんなことが。いや、これ犯罪だろ。お、ちょっと超英語はないわ。